こんにちは、世界ホームズです。本日は松戸市横須賀のリノベ済み中古住宅をご紹介します。建売り住宅とは違う重厚な作りとなっていますね。前面道路が広いので事務所としても使えそうですね。次に外観をチェックしましょう。庭のスペースはないようですね。出窓がおしゃれです。ほとんどの部屋に雨窓があるのが贅沢ですね。次は室内を見てみましょう。高そうなシューズクローゼットです。玄関脇のこんなところに洗面があります。コロナ対策に良さそうですね。床もクロスもきれいにリフォームされています。クローゼットも高級な感じですね。クローゼット内のクロスも交換されています。エアコンも新しい。この部屋は和室だった部屋をフローリングに変更したようですね。こちらは和室です。畳も新しい。トイレも新しいです。2階に上がりましょう。2階のトイレも新しいですね。続いて洗面とお風呂です。そうです。この家は2階にお風呂があるんです。珍しい作りですね。お風呂も出窓仕様になってますね。2階のお風呂だから窓が大きいのかな。和室から見てみましょう。目隠し用にサッシにウーバーがついてますね。
この部屋からバルコニーに出られます。この家は2階がリビングなんです。奥まで長いリビングルームです。テレビモニター付きインターホン。インターホンは2階にあると活用できますね。この部屋のエアコンも新しいです。キッチンも大きめで使いやすそう。収納たっぷり。床下収納。サッシも普通と違うサッシですね。畑流。静かな感じの住宅街ですが、新松戸駅まで徒歩15分です。左側の窓の外はバルコニーです。以上で松戸市横須賀リノベ住住宅の紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。